シャリテーベルリン以下大学はヨーロッパ最大級の大学病院でフンボルト大学及びベルリン自由大学と提携している。ドイツ学術振興会の多数の共同研究センターを要する研究集約的な医療機関である。2019年にニューズウィーク氏はシャリテーを世界で5番目に優れた病院、ヨーロッパでは最高の病院とランク付けした。エミール・アドルフ・フォンベーリング。 ロベルト・コッホ、パウル・エールリヒなど、生理学と医学の分野でのノーベル賞を受賞したドイツ人の半分以上は、シャリテーで仕事をしている。シャリテーで治療を受けた政治家や外交官の中には、整形外科でハンツキタを治療したドイツのアンゲラ・メルケル首相や、ウクライナの元首相ユーリア、ティモシェンコなどがいる。2010、2011年に、 フンボルト大学とベルリン自由大学の医学部はシャリテーの参加で統合された。キャンパスシャリテーミッテの新旧ビルディングベルリン市内のシャリテーの4キャンパス1709年11月14日のプロイセンオフリードリヒ一世の命令に従い、1710年にベルリンの城壁の北側に病院が建てられた。これはすでに東プロシアの人口を減少させていた。 センペストの流行を見越したものだった。ペストの流行が収まった後に、病院は貧しい人々のための事前病院として使われるようになった。1727年1月9日、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム一世は病院に、事前を意味する、シャリテイの名を与えた。1713年に解剖劇場が建築されたのが医学部の始まりで、後に、 プロイセン科学アカデミーの医学、外科学会が監督するようになった。19世紀に入り、1810年にベルリン大学が創立された後、医学部長、クリストフ・ビル・ヘルム・フー・フェラントは1828年に、シャリテーを教育病院として統合した。この時期にシャリテーは次のような医学の先駆者たちを排出した。それは、近代病理学の父として知られるルドルフ・フィルヒョウ。 スイスの精神科医で、神経科医のトヴィンス・ワンガー、結核、コレラ、炭素菌の原因を突き止めたロベルト・コッフ児童の死因の多くを占めるジフテリアの下毒剤を発見したエミール・アドルフ・フォンベーリングなどである。20世紀、第二次世界大戦終結時にシャリテイは、ベルリンの戦火に耐えたが、1945年5月2日に、ベルリンは赤軍に占領された。 既存の建物の大部分は戦争の被害を受けていたが、それでも赤軍の病院として使用されることになった。ヨーロッパ戦勝記念日の後、ヒナチカとニュルンベルク裁判の時代を経て、シャリーテーは1949年のドイツ、民主共和国つまり東ドイツの成立の時、ベルリンのソ連占領区にあった。共産主義の下で、基準はほぼ維持され、冷戦時代には、 東側の宣伝材料となった。そして1990年のドイツ統一とその後の数年を経て、シャリテイは再び世界の研究と教育をリードする病院となっている。キャンパスシャリテイミッテメインビルディングキャンパスフィルヒョークリニクム、ドイツ心臓センターベルリンキャンパスベンジャミンフランクリーン。シャリテイのキャンパスはベルリン市内に4カ所ある。 シャリテイには100以上の診療所と科学研究所があり、シャリテイセンターと呼ばれる以下の17の異なる部門で構成されている。全体として、これらのうち13のセンターでは患者の治療に重点を置き、それ以外の部門は研究と教育に重点を置いている。シャリテイのベルリン医学史博物館では1899年まで歴史をたどることができる。 現在の形の博物館が開館したのは1998年で、病理学と解剖学のコレクションが有名である。ルドルフ・フィルヒョウ、バイ、ヒューゴ・ホーゲル・ロベルト・コッフホト・微生物学の乱称。パウル・エールリヒ、エミール・アドルフ・フォン・ベーリング・テオドール・ビル・ロートの、手術多くの有名な医師や科学者が、シャリテーで働き、研究しており、ドイツのノーベル生理学、 医学賞受賞者の半数以上は、シャリティ出身者である。ノーベル賞受賞者のうちは40人は、フンボルト大学所属、5人は、ベルリン自由大学所属。2003年に、ベルリン市と州の会員は、フンボルト大学とベルリン自由大学の医学部を、シャリティ参加に統合する、暫定法を可決した。2010、2011年の学期から新医学生は、 全て6年間の新定医療家庭プログラムに登録されている。ハイデルベルク大学医学部とともにシャリテイはドイツで最も競争力のある医学部である。シャリテイ医学部の全学生の3.17%はドイツ学術奨学基金から支援を受けており、これはドイツの公立大学の中で最も高い割合である。シャリテ医学生に提供される。 エラスムス計画の交換プログラムには72大学が含まれ、ヨーロッパで最大である。シャリテイの学生は交換パートナーと共に、カロリンスカ研究所、コッペンハーゲン大学、ソルボンヌ大学、ローマラサピエンツァ大学、アムステルダム大学、チューリヒ大学といった海外の大学で最長1年間学ぶことができる。学生たちはまた研究プロジェクトに参加し、 論文を書き上げ、シャリテイが提携する社会プロジェクトに参加することを奨励されている。2019年にベルリン保健研究所がシャリテイの一部となることが発表され、シャリテイがドイツ連邦政府から直接かつ毎年財政支援を受けることができる最初の大学病院となることでドイツの大学システムに変化がもたらされた。ヨハンナ・クバントの指摘基金やビル メリンダ・ゲイツ財団など民間の事前寄付者とともにベルリン州の資金調達も合わせて連邦政府の新しい直接投資はシャリテイの研究のための第三の財政基盤となっている。さらにシャリテイが参加しているベルリン大学協定は2019年にドイツ大学エクセレンスイニシアティブからの資金提供を受けている。シャリテイは2009年に ベルリン市とベルリン州が設立したアインシュタイン財団の主要パートナーの一つである。主な研究員は次の通り、ありがとうございます。